野菜いっぱい入ってるでしょこれと思って、いやもうなんかあれだね、昨日なんか作ってたなんとかなんでしたっけ、タコスなんかな、なんか中に入ってるのかな、汚いもの触ってないから、おしっこしたとき手洗ったし、トイレちょこっとだけ、右手だけ洗った、トイレ行ったとき、左手は添えるだけだから洗わなくても大丈夫。ちょっと食ってみよう、同時に食べた方が、まあでも食べるかな。とコストコにあるチキン南蛮でご飯を食べて、トルティーヤは一人で食べて、あと何あるって言ったっけ、トルティーヤとハイローラーみたいな、両手洗って添えてるの、何ずれないよ、パーマかけてない、寝起き、俺38歳、に今年なる、もうちょっとで、いや柔らかくない、すごい硬いと思う、硬くて太い、先に食ったらいいんじゃ、食べちゃう、食べちゃうとかそれ言われた。漢方がもう残りあと5個ぐらいになってきました、測ったら 2.5 キロしか痩せてなかった、1ヶ月で 2.5 か、3キロ痩せたかった。エミリさんは28歳じゃない、29歳か、顔パンパン、寝てたからね、まあ独身みたいなんだよ、髪切りたいよ、なんかで、ね、そのリスナーさんが西新宿のあれ送ってくれるって言ってたんだよ今日、間取りとかなんかそういう部屋のやつ届いてんの、まだ見てないや、なんでもエミリさんはね、昨日の夜からずっと結構遠回しで、今の環境ありがたいよ、おばあちゃんとお母さんがね面倒見てくれてありがたいよってすんごい言ってくる、結構ねおばあちゃんお母さんに面倒見てもらってるからね、ベビータロー、俺は夜誰にも預けられないけどね、俺の夜勤中は12時過ぎてから俺なんだけど、エミリさんは結構預けるからね、どこ行くにも、うん、夜は預けてほとんどおばあちゃんお母さんに面倒見た、部屋開けっぱにするから気まず、部屋開けっぱにしてくんで、あいつ絶対閉めろっつってんの。
カだよあいつ。うん、エミリさんがそれマキマさんだよ、あ違うそれお母さんだよって、ま、マサオさんがすごいぶったたいてきたから、こいつ全然マサオブロックするわっつってブロックして、人が来た、人が、いただきましょうか。トッポギって食べれる？トッポギはね、野菜じゃないから食べれるね。ほんと？うん、こんばんは。髪の毛色抜けてきちゃったね、ツイキャスで見えたんで。メニュー紹介した？はい、紹介しました、うん、完璧に。いただきます。もう一回紹介して、間違えちゃったかもしれない。チキン南蛮、これにタルタル、鶏肉です。かけていい？うん、全部食べれる？これ全部は難しいかもしれないね。鶏皿持ってくる。いや、鶏だけにってこと？もうかけちゃっていいし。あー、かけちゃいいな。うわー、待って待って待って、かけてないところも欲しいね。かけるのとかけてないのどっちか。でも玉ねぎ入ってないね、このタルタル。優しい、玉ねぎ入ってるタルタル好きじゃないんだよ俺。チキン南蛮とトルティーヤ、トルティーヤとトッポギ、いただきます。お腹すいた。いや、皆さん、そう、お母さん料理上手なんですよ。それでは皆さん、ありがとうございます。それでは皆さん、今日も腹の負担で生きている、生きているってことに感謝して。今日3本目なのお前。ん？そうだね、3本目。これで3本目。ビールなんで。あ、ありがとうございます。森陽子さん、ありがとう。ありがとうございます。いただきます、KP。うちはトルティーヤから食べる。じゃあ俺もトルティーヤから食べる。多分無理かもしれない。いやいやいや、食べる。エミリさんが一口食べて食レポした後に食べるよ。うまっ。いや早いんだよ、だからエミリさんの馬は。なんだよ、どんな感じなんだよ。メキシコ、メキシコ料理なの、トルティーヤって、うん、何が入ってんの？ミンチ、ミンチ、チーズ、チーズ、早く早く。どう？うん、あ、何入ってるかわかんないけど、なんか食えるわ。うまくない？ないと。おいしい。なんかミート、ミートソースって感じ。うん、うん、食べる。お母さん作った。うん、なんかそう、チーズとひき肉と大豆、豆なのかなって感じ。そうだね、豆とかが入ってる。どう？おいしい。なんか学校の給食に出そうなチキン南蛮って感じ。優しいチキン南蛮。このソースの甘酢がね、うん、この間飲み会の二次会でカラオケでバリバリ歌ってきた、うん、麻生さんありがとう。あら、麻生ちゃん食べてる好きですか？おいしいチキン南蛮。俺みたいな人が、あ、生活費昨日入れました。あ、どやるよその質問。その質問ダメだよ、どやっちゃうから。昨日いくら入れたの？
生活。いらんな、お金の話しない、お金の話しない。本当に感謝。いいな、木村さん。カラオケ行くか、じゃあ今から。行きたい。ちょっと出てきていい？なんでだよ。じゃない、うん、そうなるよね。マサオが面倒見てんだからよ、今のうちに1時間ぐらいサクッと行ってくればいいだろう。そのまま行ってきていい？お母さんにその言葉。どうせ見てんだろ、あっちで。見てない。見てねえの、うん。本当にいい子なんですよ、親に似ず。なんか俺がやりたい炎上芸じゃないんですよね。エミリーさんがなんか一人で勝手に炎上しちゃうだけで、俺がやりたい炎上芸はやらせてもらえない。すげえ怒るんですよ。トッポギ食べます。おいしい。マシしそうよ。マシしそうよ。なんかあれだね、ほんと入れ物まで韓国っぽいね。なんかのレビューしないよね。エミリー独占配信ってこと、うちの親が作ったの。うん、甘辛い。ほんと本場のトッポギって感じ。甘辛くて。2人で行きたいけどね、行けない。で、今日もあの近くの託児所の検索したんだけど、4ヶ月からだね、預けるの。預けるとしたらね、そう、おめえにてめえ。託児に言えるの、ベビタロのこと。言えないけど。言えないけどね。髪の毛変ってさ、色が変なの、髪型が変なの、どっちなの？色が変。そうなんだ。それな。ね、美味しくないんだろうね。
申し訳ないね、うちのお母さんが。美味しいって言ってんじゃん。お酒飲むからこれ辛味酒なのこれ。急に。ね。あ、男こうなんだ。いやいやいや。黙って食うんだ。九州男児だけかと思ったそれ。だって昔言ってくれてたもん、黒川ハイツでは。美味しいって。美味しいって言ったじゃん。うん、ありがとう。これ見て YouTube の。いや、リスンね。ほら、また AT だよ。AT また出てきたよ。また起きたんだけど。マサオさん。いやいや、うちのお母さんじゃないもんね、マサオさん。うちのお母さんだって今ベビタの面倒見てるもん。ご飯ゆっくり食べりつって。これはお口に合う。全部合うよ、美味しいよ。本当？うん。なんでよかったけど。まずいなんて言ってないじゃん。まずかったら食わないじゃん、俺。うん。なんでクソ女って言われないかんと、うん、YouTube の方がよっぽどなんかあれさせようとしてくるわ、ほんとどう見てもこっちやろ。いやいやいや、匿名じゃん。匿名ってなんか別にさ、こういうこと言うもんだなって思うじゃん。コメントで赤出しでさ、それが本当の言葉ってことじゃないの。本当美味しいって言わないよねとかさ、昨日もそうだよ。俺が結局さ、洗濯物行ったのにさ、洗濯物行けよっつってさ。みたろの親も親だよなって、料理作ってくれてんだよ。ありがたいじゃん。ありがたいと思わない、普通に。美味しいって言ってるのはうちで、作ってくれてるのはお母さんじゃん。旦那、ね、ありがたいよね。旦那毎日うまいうまいって言うよ。言われると作りがあるよ。ルイちゃんとはっきり言ってほしいね。どういうこと？おいしい、おいしいって言ったじゃない。旦那毎日おいしいおいしいって言ってるよって、それ多分気使って言ってるで。おいしいんです、本当に。いや毎日言わないだろ。毎日おいしかったら毎日おいしいってなんか思わなくなっちゃうよ。気使ってるで、お前の家族。そう、甘えてんの今。いや、美味しいって言われたら嬉しいよ。もうその一言だけで本当にってなる、嘘でも。アーカイブの戻ってみるか。もし一回でも美味しいって言ってたら、お前が聞き逃したことになるぞ。もう一言一言、美味しい、これも美味しいってずっと言って食べんの。うちはうざいの。うざいで有名。本当 YouTube のあれが明日バスケです。やばいね、マサオ。どうした？コメントやばいね、マサオ。ブロックする？わかる。うち初めて見たんやけど、こんな。あ、やばくなかった？そんな。やばくないだろ、普通だろ。ごめんなさい。ちゃんと見えてなかった。俺が二人ずつ。トッポギ美味しい、ジュセよ、ごめんなさい。
そう、髪ピンクにしちゃった。調子乗っちゃって、うん、見たら文化街にあるよ洋服屋。まだ知らない。あーね、ナミさん、クレーナズム町の、タリチチなんちゃってて、おい、すっぴんがいい、よく言われる。元がいいからね。森陽子さん、あ、言われたことあります。うん、ありがとうね。マザーグースのサンドイッチはない。でもマザーグースは聞いたことある。当たり前じゃん、都合悪いコメント読むわけないじゃん。読むメリットどこにあんの。どんまい、読まれないで一生懸命打っとけばいいよ。何のメリットがあんのそれ。そうじゃない、うちのこと好きになった方がいいよ。そしたら何でも読んであげる。好きじゃないのなんで来るの。ルイジがいるから。本当に嫌いだったらさ、うちが映っとると絶対見に来んぐない。なんで見に来るの。なんだかんだ気になるんやろ。わかるよその気持ち。これ素敵ですか。ありがとう。ルイージが見たいけどうちがいるから、ルイージを褒めるよりもうちをディスるってこと。それはルイージをこうもうちょっとこう、ルイージ今日もかっこいいとか、ルイージ素敵とか、ルイージ見に来たよとか言った方がいいんじゃない。うちを悪口より。だって嫁と旦那だよ。いい気しないからお互い。あそこクローズムの治るクリームくれるって、メール LINE 来た。誰から。あそこ黒ずんだの治るクリーム、うん、あそこがピンクになるクリームくれるって。ください。うえ、食べにこれ。あそこがピンクになっちゃったって。切りたい。東京行った時。ありがとう。ひまわりさん。ねえ、ルイージ持って持って。DM くださいって言っても誰も DM くれないんですよ。
売ってないね。なんか ありがとう。匿名でだとなんか酸っぱい。95% ぐらい悪口になっちゃって。大魔王さんでも今こんな感じですよ、いつも配信会でもマジヤバいっす。一回匿名切ってみようかなと思って嫌われすぎっていうか、多分あれでしょ、特定の人が粘着でめちゃめちゃ早くコメントしてんでしょ。10人ぐらいじゃないこれコメントして。うん、まあコメピタでも、まあ、それ読むコメントないからな読めるコメントが。うん、匿名のせいで空気悪いわけじゃない、別に普通。嘘だろ、猫ここにゲロしてんじゃん。トルティーヤの具じゃねえそれ。トルティーヤに混ぜてみるってこと。うん、あとでするから。今は気持ちよくないね。うん、それはマインドさんの感想ですよね。なんか押し付けないでもらっていいですか、それ。しかも今更いるって。嫌ならもう見なければいいし。どうでもいいし、力してあなたは。食いすぎた。今日は大変だぞ。なんで？これでアマちゃん、風俗行きたい。YouTube だけだったらそんなあれだったの、落ち着いてたの。誰が？うち？うん。うち、こんままやけどずっと。そうそうそう、大好きだから。ニヤニヤしちゃって。食べないの。お腹いっぱいになっちゃった。俺タッパーでご飯ほとんど食ったぞ。うん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。体重戻ってないです、また増えよる。ありがとうございます。カラス、なんて読むのその漢字は。なんか知んないけど、こう俺何も言ってなくない、煽ってなくない、いつも。
何も煽ってないよ。でしょ、うん、いつも俺から始まるって言われるんだけど、いつもこうだったのみたいな感じのは言ったけどね。むしろ今どっちかっていうとエミリさんの方が煽ってない。例えば無意識ならしょうがないね。それ例えば無自覚だねならしょうがないね。しょうがないって言ったらもうそっちの前、うん、煽ってないって言ったらその思ったところを言ってもらわんと、うん、適当やで。煽ってないし、ね、言葉にしないと分からん。美味しいって言えよとか言ってないけど、でもなんか言わなくなったよねって言ったやん。いや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 、言い方そんな優しくなかった。なんで急に持っちゃうんだよ。そんな可愛く言ってないでしょ。どっちも言って俺喋ってないじゃないですか、そもそも今。いじけるけど、どこかでぐらいいじけさせてよ。起きたばっかだから話すことがなくて、ネタがなくて話すネタが。目線が同じってこういうこと？コーンスープじゃない、タルタル。美味しかった。美味しかったです。ごちそうさまでした。健康食全部手作りはありがたいよ。酒飲むと変わるなの、どこでブロックする必要があるんだよ。酒飲むと変わるのでブロックでずっとさ、俺のさ、ルイジって美味しいも言わないよねとかなんかずっとぐちぐち言ってるやつらはブロックしないの。すればいいじゃん、したいな。うん、AT ブロックしたよ、ほんと。またね。 YouTube で俺のことずっとぐちぐち言ってるやついるんだよ。言ってないよ、そんな。言ってるよ。本音しか言ってないじゃん、うん、悪口じゃないじゃん。美味しいって言ってんのに、これ以上美味しいって言わなきゃいけないの、もう。そんぐらいじゃん、だから。作った自分を見せなきゃいけない。美味しいね、美味しいねって、こんな旦那やだわみたいな、なんか美味しいって言わない旦那やだわとかさ、昨日もさ、なんかあの、洗濯も行ってこいよとかさ。でも美味しいはいい。それ、そういうなんか、ぐち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 。なんかそんなそこまで気にするとは思わんかった。いや、気にするじゃなくて気にしすぎじゃない？空気が悪くなるだろう、それを一言言うことで。空気悪くならないと思うの、それで。美味しいって言えばいいじゃん。言ってたじゃん、だから。美味しいと思いながら食べてくれてたんでしょ。言うん、うん、ただ美味しいって言うの忘れてただけで、美味しいと思いながら食べててくれたんでしょ。うん、それだけでいいじゃん。長いんだよ。
ちも軽い気持ちで言ったんだよ。AT さんいいんだよ。いや、よくないよ。気使ってコメントしろ。うん、最初にね、言ってくれてた。ごめんね、しつこかったね。なんか、ごめんね。うちお母さんが大好きだから。たまにさ、見てくれてるからさ、なんか言ってほしいなと思っちゃって。ごめんね。うちの作ったのやったら言わんけど、たまに見てるときになんか美味しいって言ってくれたら嬉しいなと。いつも言ってるよ、マキマさんのご飯美味しいって。心込めてケンジ君これ食べれるかな、ケンジ君チキン南蛮好きよねとか言いながら作ってくれよるけん、うん、ごめんね。そんなお前が好き好き言ってるのがね、マサオが悪口書いて俺がブログ写真これお母さんなのにって言うから一番荒れちゃうんだよ。お母さんがそれを言ってくる。お前の一言だよ、むしろ、うん、もう俺マキマさんの悪口なんて一切言ってないんだから。本当？言ってないだろ。気使って悪口、お前だってうちのお母さんの悪口言えないだろ。気使って言えないよ、言いたくても。うちいつもお母さんに言う、美味しいって。美味しかったら美味しいって。どこがめんどくせえ旦那なんだよ。何も言ってないじゃん俺。マイクボソボソしてる。ちょっと待って。いつもなんであれ Bluetooth つけてんの。あ、マイクでなんで AirPods いつもつけてんの。エアポッツでなんか聞いてんの？うん。昨日使ったのエアポッツなんかで。ん？ん？刺しがなんちゃら、なに刺しって。刺身？あ、刺しで飲みてえって。刺しで飲みてえってどういう意味？うん。マキマさんと一対一で刺しで刺しで喋る。そう、マンツーマンで。今日行ってきたら今。本音を聞いて喋りたいねって。行ってきたら今から。無理だよ。治った。今日祝日やけん休みやし。しかも俺会った時も、あ、なんとか美味しかったですって俺言ってるからね、お母さんに。言ってくれてるね。言ってるだろ、うん、最近はない。何が？それ。それ会ってないもんだって。うん。うん。だーる。会うタイミングがないんだから、エミリさんがやってくれるのが一番だね。ケンジ君美味しかったってってエミリさんが言ってる。言ってる、うんうん、それでいいじゃん、うん、うん、いいよ。行ってくるね。行ってらっしゃい。分かったでしょ。なんか お酒飲むと辛み酒になっちゃうんですよこれ。いや、しかし日に日に YouTube の、そう、 YouTube の本当なんだろう、よくわからないエミリさんの肩持ちがうざくなってくね。本当こんなご飯おいしくないって言われるだけでぐちぐち言われんのかね。いや、俺髪の毛あれ染めない方が良かったね。まだ金髪の方が良かったね。
だってさ、ツイキャスでさね、なんかあのお酒飲むと人変わるよねだけでさブロックされるんだよ、エミリさんに。それだけでずっと昨日からなんかあるたびぐちぐち言ってるやつはブロックさせてもらえなくてさ、ひどいわほんと。もうちょっとさ俺よりに言って気使ってほしい俺にも。よくあと人の気を引くね最近そう思わせる。よくわからんところが首聞いてないよ何も。なんか何とも今起きたばっかだから。あの帽子かぶると可愛い。あれあんなピンクでねなんか納得して外歩けるのに、あのブリーチした時の金髪の時は恥ずかしくて外歩けないよって言われて。ピンクの方が俺はきついと思うけど、まあでも帽子かぶったら可愛いよ。あと芸能人みたい。でもあの服ではねあれだけど、なんか今日寿司屋に行ったんだよ。寿司屋くら寿司行ったんだよ。くら寿司行った時になんかほんと黒のスキニーと黒の T シャツと黒のキャップかぶった時にあんなどぎついピンクの髪の毛がちょこっとだけ見えたから、あのほんとちょこっとだけ見えてると芸能人に見える。あ、そうそう、ユニクロとあの GU のクラス。ちょっとあれ全開だとちょっとね、わあ、あーなんか結構年いってるのにバンドやってる人なのかなみたいな、バンドマンなのかなみたいな。わかる。おばんぎゃって言いますね。ベビタロはピンクにするね。ベビタロピンクにしたら可愛いんじゃないですか。それはまたお母さんとピンクだ流行って、なんかベビちょっと毛が薄いから多分あれ髪の毛ブリーチしなくても染まりそう。なんか少しピンクっぽく。たわかあのツイキャスもやってます。ツイキャスやめろ。ちょっとわかんないですね、ピースケさんがやってる。あのさっきの T シャツ あった？え？さっきくら寿司行った時の T シャツ、黒い T シャツ着てくら寿司行った格好にしてくんない？これじゃなくて？うん、いや、うん、あの時芸能人っぽく見えたからちょっと、うん、あのちょっと化粧がおかしいんかね。違う、あのお忍び芸能人風の格好してほしい。いやだってゆみさん来るとこう余計なこと言うとなんか何で怒るか分かんないから。何 突発性失神来るよ。お酒控えた方がいいと思う。突発性失神来るの。いつでも食べて。お母さんが見せてくれるならね、カラオケ行ってもいいなと思うんだけど、まあ、カラオケ行きたい。なんでもいいよ、黒い T シャツ。すごい。お母さんとおばあちゃんが戦い始めたぞ、今度。休みだから。水開いてんだろ。あ、なんすか、カラオケ以外に飲みすぎちゃってんのか。酔っ払ってんすかね。牧山さんと おばあちゃんの喧嘩が始まりそう。始まりそうだね。かぶってきて、かぶってきて、かぶってから来て。おぉ、ほら、そんなピアスつけてたっけ。わかんないけど、つけてないピアス。いいよ、多めにつけててもいいし。
ならない子もいる。ほら芸能人ほら出るでしょ、ほら出ない。これでくら寿司食べて、うん、なんか全面に出てるよりちょこちょこっと、ああピンクだみたいな、髪ピンクなんだねみたいな、お忍びなの芸能人がみたいな、そうでもない。化粧がおかしいんかな。化粧いつも通りじゃない。帽子が潰れちゃう、帽子が潰れる。俺ね、帽子のね、ここのつばがね、変な形になるのが一番嫌いの。人キャップ大事にしない人ってここなんかグニャンってするでしょ。ここ大事にしたいね、すごい。うん、あ、預かっててくれた。くら寿司、くら寿司のビンチョウマグロ、漬けビンチョウマグロがいい。すんげーうまかった。1時間で帰ってきた。抹茶抹茶でも外出するときはもうある程度髪落ちるまで帽子かぶろうかなと思って。昨日スペックじゃないや、スペックの後のシックスっていうドラマ見てたら久しぶりにユッティ出てきた。ユッティ？ユッティ久しぶりに見た。若智子？若智子。1話で死んだけど。久しぶりにユッティ見た。なんけなんかなんとかって言ったよね。トリプルシンキングマンみたいな。いや意外と戻んないよ。なんだっけそれ。シンキングマンみたいな。キングマン。意外とね、3週間ぐらい多分微妙にピンク残ると思う。結構染まりたいところに染まってほしくて。なんか濡れなくて。キングマンっていうの？あのトリプルレッドカードのキングマン。もう抜けていいよってところに色が結構入ってきちゃうんだよね。あ、ユッティにも似てますか俺。悪く言うとね、うちも悪く言うと草間弥生。何よ、うちもって何よ。俺も悪く言うとユッティなの。うん。ああね、うちはよく言うとリサ。よ、全然どこもどこをよくしてもリサ入ってないんだけど。いや髪色。髪色が、うん、すんごいよく言えたね。リサ。よく言えたね。悪く言うとルイージはカワハギ。人でもないってこと。リサです。もう自分で言ってるんだから。髪色がね。髪の毛の話してますか、うん、黄色いキャラクターなんだっけ、ルイジさんに似てるやつ。なんかいたね。 ありがとう。じゃあゆーちゃんありがとう。なんかいたね、黄色い鳥みたいなやつでしょ。ウサビッチの。ウサビッチのやつ。おでんくん。ルイさんはルイさん。大門さん。
ね、ありがとうございます。大魔さんが大魔さんがアラブの先をピリピリソフトバンクさんが大魔さんねねって言ってけない超強い大魔さん、お金持ちストッパラ、ありがとうございます。大魔さんナイスパルス、ありがとうございます。行くかじゃあ、どこに？歩いてカラオケ行くか。行きたい行きたい行きたいよ。マサオに聞いてこいよ。行きたい。何時間？1時間。9時半だ、9時だから。マジで？11時までには帰ってきます。10時半には帰ってきますって。マサオじゃないし、しかも。分かった分かった。なんかさ、マジキレ取ったよ、お母さんさっき。なんか私のフリしとるマサオがとか今言いよったよ、お母さん。笑いながら。見てんじゃねえかよ。今見てんって言ったらマサオ来たよってしたら見たら私のフリしとるとか言って言ったよ、うん、お母さんがマサオのフリしたからだよ先に。確かに帰ってきたってこと。え、じゃあ聞いてくる。1時間カラオケで11時差しの方がいいですか？どっちの方がいいですか？カラオケか、それともエミリさんがお母さん呼びに行って、お母さん、ケンジ君が話したいことあるってつってここでお母さんと差しで1時間でマサオさん、どっちの方が閲覧上がるか勝負する。エミリさんカラオケに携帯も1個だけ持って YouTube 持ってカラオケ行って、その間ツイキャスで俺とマサオさんここで差しで話してて1時間。いやでもうちのお母さん恥ずかしがるけん。いや俺も恥ずかしがるよ。だからお互いに、ね、カラオケがいいじゃん。お互いに目隠しして久しぶりでしょ。だからエミリさんだから俺のことここでさ目隠ししてお母さん呼びに行くじゃん。そしたら目隠ししてお母さん入れて、お互い目隠ししてるからワンチャン1回目ね、お母さん連れてくるふりしておばあちゃん連れてきても面白いから、お互い目隠ししてるか分かんないから。一回ケンジ君連れてきたよっつって おばあちゃん連れてきちゃってもいいから、ここに。どういうこと？目隠しして、難しいか、うん、酔っ払ってるからな。聞いてきていい？カラオケ行ってきていいか。最後ね、お二人とも目隠ししてるから喋ってる最中にエミリさんこう刺身入れてくれるってこと、口に。眠くなってきちゃったってこと？もうエミリさん3時間ぐらい配信してるからね、今日。何風船女って風船女ってどういうことってこと？風船女って教えて。ムーンフェイスって何？何やんだよ、二人羽織して。眠たい。いや行ってない行ってない、1時間預かってくれたんだよ、うん、だから1時間で帰ってきたよ。すぐ近くの5分ぐらいで行けるくら寿司行ってそこで戻ってきた。ちょっとユニクロでパン使って。そんな食べてないしね、お寿司も6貫ずつぐらい食べたのか。なんかね、うん、すぐお腹いっぱいになっちゃって、うん、なんかやっぱりあ、くら寿司でもビール飲んでた。うっせんね。くら寿司でもビール飲んでた。ゆっからーもん。そっからずっと飲んでるってこと今日。うんうん、配信始まった。あ、その後コンビニでお酒買ってた。そうだよ、だからそれを飲んだんだよ。何がいけねえんだよ。うっせんだよ、ちちや。そう、棒にあげてない。何がいけねえんだよ、バーカ。うっせんだよ、ちち。聞いてない別に、からかっただけ君たちを。聞いていいこと言っていいんだったらいくらでも言えるから。うちのケチ顔出してもの言ってるから、お前ら一生懸命文字ごと聞いて、ごめんね。聞いていいこと言えるんだったらいつでも言えるからな。カラオケでデパセットも歌えねえんだよ、ヘロヘロのって。誰か YouTube にスパチャくれたら聞いていいことエミリさんが聞くこと言うんだよ。 YouTube スパチャくれたら
じゃ聞いてきていいよ、お母さん、11、うん、いい？いいよ。YouTube でスパチャいただけたらエミリさんに聞くことを一つ言います。荒れるよちょこっと、プチプチぐらいだね、プチ荒れる、プチ荒れるぐらい。カラオケ行くからね、ちょっとスパチャちょっと口機嫌取ってないだろ。俺ね、スパチャに入んない。カラオケぐらいいいでしょ、1時間ぐらい。せっかく実家に住んでんだから。エミリさん怒んないようにうまいことコントロールしてるでしょ。ちょっとたまに怒らせたり。みんなが1回スパチャくれればすごいあれだよ。いや、俺も多分行くっすね、多分一緒に。可愛くねえだろ。あの、3日で飽きるってもんですよ。可愛いは3日で飽きる。最初はね、エミさんね、可愛いなと思った時もありましたけど、今は全然楽しんでないじゃないですか。いつも通りの俺ですよ、なんか本当普段通り。ただツイキャスとか YouTube つけると会話がでね、それをきっかけにやっぱ2人で集まってここで話すから、やっぱ YouTube とかツイキャスとか配信つけないとやっぱ会話がないっすよ、2人の。そうそう、ぽい。なんかだって本当寝てるだけですよ。だってだいたいエミリさんいつも12時ぐらいに寝ちゃうし、今日も多分お酒飲んだから12時ぐらいに寝ちゃうよ。でお酒飲んだらすげー起きないから、なんかいつもより眠りが深いんだよ。で俺はだいたい12時前ぐらいに寝るんですよ。やっと入っスイッチ入ったんじゃん。だからさっきまで寝て起き、あれだから7時ぐらいまで寝てたからね。7時8時ぐらいまで寝てて、本当まだ俺は起きてから1時間半とかだから、ご飯もあんまお腹空いてなかった。そうそう、今日2時とかに寝た。なんかご飯食べ行っちゃったからね、2時ぐらい寝たけど、だから本当起きてる時間があんま合わない。ミサアル中なんじゃない？2日開けたことないんじゃない、赤ちゃん生まれてから。まあ、親もアル中、アル中っていうか、まあ、お酒が好きな家族なんじゃない。もうそういう家族ってあるじゃん、そういう。まあ若ち子の、あ、若ち子じゃない、あのアル中の定義が分かんない。一瞬若ち子の定義が分からないって言っちゃった。そう、アル中の定義が分かんない。いって申し訳ないね。11時まで。じゃあ俺お母さんと一緒に差しで話してる。それも言ったの、どっちか選んでって言ったら、うん、じゃあ行ってきてって。ああ、じゃあ差しで話したくないってことお母さん。差しか、うん、どっちか選んでって言ったら、うん、11時前帰って帰ってこい。若ち子の定義は何？何若ち子？あ、ごめん、着替えてくる俺も。そうだから近くにあるから、カラオケが。車で行くの？いや、歩き？車でもいいけど。歩きで行けんの？歩きでも行ける。何若ち子の定義って？ダメだ。車？お前飲酒やめろ。どういうこと？お母さんとおばあちゃん喧嘩してる。ダメだ、外に行ったら俺も3人で喧嘩しちゃう。ちっちゃいことは気にすんな。そりゃ若ち子若ち子わかんない。でも11時までに帰ってくるから。
大丈夫、お母さんの部屋にあのベビー行ってお母さんがいるから大丈夫、もう喧嘩っていう喧嘩でも大丈夫だよ。承諾得ました、ちゃんとしっかり話してきた、ちゃんと大丈夫です、うん。よっしゃ歌うぜ、歌うぞ。妊娠中のストレス、入院中のストレス、産後のストレス、全部これからカラオケで発散したいと思います。わかりますか、これ乞うご期待、妊娠中のストレス、出産中のストレス、入院中のストレス、産後のストレス、全部発散したいと思います。うん、ストレスしかありません。ストレスと愛で生きてます。私の人生でストレスと愛。嘘だろ、かっこいいじゃねえか。違うんだよ、これみんなに見せたくて来てきたんだ。ちょ、車で行こっか、パーッと、うん、いやでも車で行こう、車で。駐車場もできるよ、ケンジ君。したこともあるけどね、うち。プロになっちゃったから。うん、できるよ、今はね。うん、これ見て。ハーフパンツ、これ。裾長すぎじゃない？俺これだ、切り行きたいんだよ、これこんくらいまで。これ M なのにこんなでかいってある、これ。もうハーフパンツじゃなくてほぼ長ズボンなんだけど。それでもおしゃれじゃない？ちょ、もうこれくらい切りたいんだけど、これもうおしゃれだよね。久留米にこんなおしゃれな人おらんよ。すんごい長いんだけど。ってことで向かいます。不思議くん、かわいいね。もう不思議くんの白黒、バックは黄色。足が短いんじゃないんだよ、これ。太陽と月と闇。こんな長いハーフパンツある？これ今時、今ちょっと短めが流行ってる。じゃあ早く行こうって。早く行こう、うん、ツイキャス消す。あのまたあのツイキャスつけ直します、ね、そう、カラオケでつけます、うん、カラオケ行ったらまたね。ごめんね、道中よかったら YouTube 来てください。ここに載ってますんで、あのね、上に YouTube 見に来てください。スイキャスさん、ありがとう。バイバイ、終わります。よかったら YouTube 来てください。バイバイ。
よかったから来れて充電してあるからね。うん、もう1時間しないです。途中で切れてもいいし。リツイート、あれツイートした？カラオ